前節に続いて今日も4バックで予想しています。ゴールキーパーは山田、ディフェンスは八木下、林道、大畑、松本、2ボランチは佐々木陽次、柴田、サイドハーフ右が松岡、左マテウス、レイリア、2トップ高橋と安藤で予想しています。前節からスタメン5人変わっています。こちらも4バック、ゴールキーパーは囲い、ディフェンスは石田、水本、白井、渡部、2ボランチは中島と川上、サイドハーフ右が藤本、左が安藤翼、2トップ中原と浮田で予想しています。一旦開いて前線に送っていこうというところ、中原中に入ってくる、シュート、石田が上がってきていました。中原から石田へ、川上から一旦戻して白井、あーとここは奪い取った、シュート決まりました、高橋俊太先制、カタール富山。相手の守りの隙をついたという形になりました。バックパスキーパーに預けて、ここで囲いにミスが出て、そこを奪い取って高橋俊太、これが白井につながりませんでした。その隙をきっちりついて高橋俊太、落ち着いて決めていきました。中島と藤本、31分です。相模原は通算26点中12点がセットプレーから、藤本左足、山田が守りました。カタール枠は捉えていました。富山のスローインです。リスタート、柴田、中にボールが入る、ニアサイド、高橋俊太ヘディング合わせていきましたが、ここはキーパー囲い、ナイスセーブ、パスがつながって安藤、左サイド高い位置まで上がっている、中には高橋俊太もいるが、ファーサイドに流れて、まだあるぞ、外からシュート、まだある、松本シュート、左なら安藤直人、右なら林道、その林道が直接狙ってくる、キーパーナイスセーブ、屋敷まだあります。入ってきたばかりの椎名、前線に送ってくるヘディング、わずかに枠の上、ゴールキックになります。このボール大野ですかね、つける、一旦下げる形になりました。高い位置にしかし相模原は選手が残っています。左ギリギリ残しました、中にボールが入ってくる、船山、藤本こぼれてる、オフサイドになりました。あともう集中していかなければ、どちらも集中しておかなければいけません。ガブリエル・エンリケ、ガブリエル・エンリケシュート、すごい強さ、長いところにボールを送っていかなければいけません。しかしここは富山、ヘディングで戻していく、どうだ、ここで試合終了になりました。富山逃げ切りました、勝ち切りました富山、ホームゲームこれで11戦負けなし、クラブ記録更新です。